はい、皆さんこんにちは、堀です。今回もまた山の方にね入ってきてます。で、今日いるところはまた山梨の、北部になるのかな、柳沢峠っていうところにね、また入ってきました。で、今日はね、この上に三久保高原っていうのがあるんですけども、まだこの時期高原つってもね大したあれではないと思うんですけどもね、今日はねこの辺をねゆっくりねちょっと歩いてみようかなと思います。ちょっとね雪が、今年雪少ないんですけどもね、ちょっと雪が少し残ってるんで、足元気をつけながら歩いていこうと思います。先ほどのところは駐車場の、ちょっとね影になってるところで凍ってるところだいぶあったんだけども、多分この三久保高原登っていく斜面は南側の斜面なので、そこまで雪がついてないんじゃないかなとは思うんですけれども、林道がちょっとねやっぱり凍ってるところがあるんで気をつけて行こうかなと思います。今日は一つ大きなミスをしてしまったんですけども、今日はねチェーンスパイクとそれからスパッドですね、これを持ってくるのを忘れてしまいましたよね。もうねこの時期、出しといて、リュックの中詰めてくるのを忘れちゃいましたよね。ちょっとどうも崩れてるとこもありますね。だいぶ崩れてますね。おねに出たような感じですね。あ、すげえ。あっちは南アルプスだ。南アルプスが、真っ白く、見えてますね。あ、でも海古村なんかはそこまで雪ついてないな。あ、すぐ着いたな。ここはなんだっけな。あ、三角点がある。はい、三角点がありました。ここなんだっけな、柳沢の頭って言ったっけな、確か。あ、そうですね。はい、ちょっと見えるかな、柳沢の頭ですね。のちょっとピークですね、ここは。ここからちょうど、甲府の今、ちょっとね、霞んでるけれども、甲府の、甲府盆地が見えますね。で、ちょっとこの木の後ろに南アルプスです。だからさっきの尾根出たところの方が、南アルプスは、見えたかな。これは今の時期しか見えないかもしれないな。
じゃあこの先三窪高原っていうね、この三窪高原っていうのは、そう、三窪高原っていうものがね、確かあったわけではないんですけども、この辺一帯が、三窪高原になってるんじゃなかったかな。うん、よいしょ。あ、今度は、あ、でもそんなに、あ、ここちょっとね雪がついてるんですけども、凍ってるってわけではなさそうなんで、うん、まあ、ゆっくり行けば大丈夫でしょう。今ここね、登山道脇に、これゴミ箱ですね、まだ置いてあるのがあるんですね。これ昔昭和の時代かな、まだね山にこうやって少しねゴミ箱が置いてあるところなんていうのは見受けられた、見た覚えあるんですけどもね、まだもうねこの令和の時代に山にゴミ箱があるなんていうのはね、もうこれはね撤去しちゃってもいいんじゃないかと思うんですけどね。てかもうあってここに山にあるっていうのはちょっとおかしいですけどもね。うん、ちょっとびっくりですね。で、誰か最近なんかペットボトル置いてってる方いますよね。あれはもう片付けてもいいじゃん。片付けた方がいいですよね。出ましたね。あ、ここに分岐が一個ありますね。この一帯が、三窪高原っていう感じになってると思うんですよね。確か。よいしょ。お、この辺は雪が結構残ってますね。はい。ここにね、休憩小屋が。あります。ここからもね、下る道がルートついてますね。で、これちょっと登ると半瀬の頭になります。では行きましょうか。あ、本当にちょっと縦長なピースになってる半瀬の頭到着です。あ、ここはいいな。南アルプス。あ、全部、あ、富士山が見える。うわ、すげえ。富士山、ちょうどもろ逆光ですけどね、富士山、すごい綺麗、あ、このベンチとかも送られるわ。ちゃんと設置されてますよ。あ、ここは休憩するにはいいとこだな。素晴らしい。ちょっと撮影タイムですね。ちょっとね、見事に逆光なんですけども、ここにね、ハンゼの頭、表示があってますね。で、やっぱりこの辺もう一帯が、三窪の連月筋の群生地になってるんで、この辺がもうね、三窪高原っていうことになってると思います。ちょっとね、富士山すごい綺麗なんですけどもね、これ分かるかな、すごいもうもろ逆光なんですけどね、富士山の上に太陽があります。素晴らしい。半瀬の頭、結構ねのんびり風景楽しんでますね。
ここはね、本当に私のんびり歩いてるからあれですけども、柳沢峠に車を止めて、ここに直接上がってくるコースもあるんで、それ使うと本当にもう30分、1時間までかかんないで、ここまで普通に上がってこれますよね。とてもね、ここはいいところですね。でちょうど360度ですね、ずっとぐるっと見えますからね、素晴らしいところで、手軽でいいところですよね。で、この下にね、アンテナが立ってるんですけども、電波塔が立ってるんですけどね、あそこのとこまで行って、そこから林道の方へ下るコースがあるんで、今日はね、そこを下ろうと思います。ちょっとね、名残惜しいんですけども、そろそろ行こうと思います。ちょうど正面がね、拳ヶ岳で、このちょうどね、白樺の奥に、金峰山が見えて、五条岩がちょっと見えてるんですけども、このカメラだとちょっとそこまで見えないと思いますがね、とてもね、いいとこです。またね、広場に出てきましたけども、今このマイクで撮れたかな、結構近くに姿は見えないんですけども、鹿がいますね。キャンキャンと鳴いてます。はい、そこのね、無線局があるところの下に結構ね、広い広場がある、そこにね、あずま屋なんかも立ってるんですけども、ここにトイレがありますね。はい、ここにね、もうだいぶくたびれた東屋ですけども、でここに看板がありましてね、やっぱり、この蓮月ツツジのシーズン、6月5月ぐらいかな、その頃来ると、とてもね、山ツツジ結構ね続くと思うんで、訪れるといいかもしれないです。このね、富士山バックに蓮月ツツジを映せるポイントもあるみたいです。はい、電波塔のとこまで来ました。ここから板橋峠っていうのかな、の方へ行って、でこちらからもね、林道の方へ下れるコースあるんですけども、今日は、ここからもね、ショートカットして、林道へ出て柳沢峠の方へ、戻っていこうと思います。あ、でも行ってる方いますよね、足跡ついてます。はい、じゃあここから、ぼっちぼっち林道を下っていきましょうか。はい、で先ほどいたとこが東屋がそこに見えてますで、この鳩取林道っていう方へ行きます。この林道はしばらく、使ってる方いなそうですね。足跡が、動物、これは鹿かな、鹿の足跡が残ってるぐらいかな。下のね、ゲートまで降りてきました。5分ぐらいですかね、誰も通ってない林道だったんで、なんかね、気持ちよかったですね。誰も踏んでない雪の斜面を歩いてくるのは気持ちいいですよね。はい、ここにね、下の林道に出ました。この林道でね、車が通った跡があるところは、結構車が通った跡は凍ってることが多いんでね、なるべくタイヤの跡は通らないで、こうやって、輪立ちになってるところを歩いていった方が歩きやすいです。ここを見るとやっぱりタイヤが通ったところは凍ってますよね。あともう少しなんですけれども、もうそこがあの下の、国道に出るんですけども、出るちょっと手前、かなり
凍ってますね。結構ね、これ車と入ってるみたいなんで、結構凍ってます。で、またこう通った人が通った後も、通った後の木が溶けて周り凍ってるんで、かなりね、あともうちょっとなんですけどね、危なく転びそうになりながら、来てます。はい、今ねゲートまで来ました。ここから、車道歩きになります。ここはね朝通ってきた道なんで、ここから 100m、200m ぐらいなのかな、駐車場行きます。疲れた。はい、はい、お疲れ様でした。はい、今ね車でちょっとね、休憩のんびりしてるんですけども、今日登ってきた三窪高原なんですけれども、ここはね本当にね展望が良くてね、コースもねしっかりついてて歩きやすかったですね。で、今日私ここ入ってきたのが11時近かったですかね。それでもねぐるっと周遊してきて3時間ぐらいで、周遊できたかな。本当に手軽でいいコースなんですけどもね、今日はね私はねチェーンスパイク忘れてきてしまってね、ちょっと装備的には不安なとこもあったんですけども、そこまでね今日のコースはそこまでこう雪がついてなかったんで、よかったんですけども、下りに使ったコースですね、林道を使ったんですけども、林道の方はね雪が結構ついてて、で初めの林道はまだね踏み跡がなくてねサクサクで歩きやすかったんですけどもね、下の林道、ここはね車が少し通る林道なので、車が通った後なんかは、結構ねカチコチに凍っててね、滑りやすいところ何か所かありましたかね。で最後国道に出るちょっとですね 100m ぐらいかな、もう本当にカチンコチンになってて、そこはねちょっと気をつけて歩いてきましたけどもね、そこぐらいでしたかね。かなりね、のんびり歩けるいいコースだと思います。で今日はこんな感じでゆっくり歩いてきたんですけども、ここ来る道中、車で来る道中もね、今日はね雪なかったんですけども、雪がある時もあると思うんでね、車のやっぱりね装備もね、雪の装備、しっかりしてくるとね結構保険になって安心して、山歩きができるんじゃないかと思います。それではね今回の撮影はねこの辺で終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではまた、さようなら。